取れたらお手伝いできますかね。もう組み立てちゃおうかな。ポンと。何やってるんですか。これを入れる。明日のキャンプの準備ですか。そうです。はい。じゃあ自分の着替え入れてくださいね。今入れてます。はい。いっちゃんとお父さんの2人でキャンプです。はい。楽しみですか。うん。今日のキャンプ場ここです。亀山高度キャンプ場行ってみよう。看板があります。おお、橋だ。すごいね、ここ。これ向こうから車来たらここですれ違いするしかないのかな。お、なんか秘境感があるな。私の車でこの段差行けますでしょうか。まあ行けそうだね。あ、車なんか何人かな。こいつ来てる。うん、もう張ってる人いますね。木があるから涼しくていいよね。どうもありがとうございました。そうだね、ここに書いてありました。ここにします。あれ、牛乳ですか。はい。じゃあジュースですか。はい。これ日陰があるからタープいらないかな今日。じゃあ設営の前にちょっと乾杯。コーヒーだけど。テントウムシ？うん。何色？黄色。黄色か。あれ、ちょっと待って。お昼食べたらお手伝いできますかね。でも、いっちゃんはね、あと眠いのがある。何言ってんだよ。手伝いなきゃな。ランチです。あ、お惣菜だね。いっちゃんも手伝いしてくれてるね。完成です。じゃあおやつかな。これ何。チョココズミ。じゃあお父さんもビール飲もうかな。さて、お、クーラーボックス。なんかね、珍しいビールです。おいしいよ。変わり種をね、持ってたんですよね。これね、痛風が気になる、この子。温州花ビール、いきます。あ、これか。ここで開けられるんだね。便利だね。はぁ。じゃあ飲んでみよう。ピルスナーです。の味にちょっと近いです。トイレとかシャワーだ。はぁ、まあね、無料です。どんな感じ。うん、電気がついてない。生ゴミ。紙ビニール。いいね。いいよ。ゴールだ。うん。楽しい。
次はね、ゆずふわ IPA 行ってみます。 6.5% だよ。おお、ほんとゆずの色だね。ゆずっぽい色、ジュースじゃないよ、うん、知ってます。うまっ、これうまっ、これ初めて飲む味だ。これうまいよ、完全にね、ほんとゆずの味する。普通の IPA よりちょっと苦味が少なくてね、飲みやすいです。今日はね、夜花火やろうね。うん、何が入ってんのかな。なにこれ、 3D 花火。なんかいろいろ、いろいろ入ってんね。ろうそくもついてるし、あと、これ、扇子を買います。500円。すごい丁寧にまとめてあるね。これがいいの。あ、じゃあそれにしましょう。お父さん持ちます。マギを運びます。マギを買いました。重たいよ、うん、この薪はすごい。これで500円。すごい丁寧に巻いてあるし、ね、外側がこう薄いのに中側が詰まっててね、細いのとかもいっぱいぎっしり詰めてくれてて、ね、だってこれに入んないぐらいだよ。まずお米だよ。なんで時間かかるから。じゃあお父さんが洗ってこいということでですかね。ちょっと水休憩します。はい、これからお水にこれをつけます。いいですか。これで置いときます。で、いっちゃんはこれから野菜を切るよ。はい、はい、まずズッキーニ切れるかな。ちょっと無理だな、それじゃお父さん切れる、うん、じゃあキュウリ、え、やってみる。やってみて。あ、そうそう、それぐらいの、それぐらい、それぐらいで、ノコギリみたいにギコギコして切る。あ、できんじゃん。じゃあそれぐらいの大きさで切っちゃって。すっごい切り方だけど。まあいいか。お父さんは玉ねぎ切ります。あった、お父さん泣いちゃわないかな。泣いちゃうかもね。こうやって切るよ、普通。こうだね、これいいんじゃないの。違う、お母さん切ってたの。お母さんこう切れた。切れ、あ、じゃあこれいこう。ね、はい、じゃあ盛り付けね。この周りにキュウリやるの。そうだね、ここの周り。トマト半分は焼きトマトにしよう。いいよ、ね、今日ドレッシング忘れちゃったんだ。水の、よし、じゃあちょっと水ここ残ってるの。じゃあね、子供味じゃないけどね、うん、これでいいか。サラダ完成です。どうですか。美味しそう。グリルパン料理です。野菜を切ったんで、いっちゃんに来た時に道の駅で買ったソーセージをね、入れたいと思います。うまそうだな、このソーセージ。半分ぐらいに切る。ポンポンと、はい、完成です。じゃあ火起こします。いっちゃん、焚き火やるよ。よし、じゃあいっちゃん、これでやるよ、これで。おお、手袋にいいかな。お、火が。いけ。
けるかな今日は。暑い。いや手袋ないと暑いな。諦めよう。使わなかったね。はい。もうねお父さんも手熱くてさ、やめる。今日は。あ、着きました。着きました。お米に取り掛かります。よし、入れるぞ。入りました。お父さん花火をまだかけ。火にかけます。ポンと。グツグツ音がする。蓋が浮いちゃうから。薪でも乗せとくか。これをね、ちょっと乗せていこうかなと。コーンみたいな。オッケー。最初からやっときゃよかった。これどんだけ火かければいいんだろうね。だいぶかけちゃったけどいいんだろうか。もうできてんねこれ。もうちょっとやっとく。6時31分そろそろご飯です。食べてみてください。どうですか。うん、激うま。激うま。で、炊いたご飯食べてみようかな。うわ、ふっくらしてるよ。白いご飯のままでいただきます。信じられないますよね、焚き火のご飯は。でも暑いから光なんか引かないとテーブルダメになっちゃうかな。ピッと、はい、これを引きましょう。下にね、トン。何？うん、グリルパンだよ。じゃあ出すよ。できたかな。あ、戻して戻して。はい。後でおもちゃに。開けてみよう。パーン。できた。やったね。おいしい。うん、おいしい。じゃあね、父さんもこのチーズがかかったソーセージ。これで十分お腹いっぱいになる。あと何分でやるの？何時になりますか？焚き火をしながらのご飯に切り替え。花火タイム。ね、注意事項。花火を一本一本やってください。で、一個終わったら一個やる。で、やるときはこれ一個持ってね。はい。反対反対反対。そうそうそう。で、焚き火で火がついてブーっていったらこっち行ってください。ここから入れて、はい、はい、やって、いいよ、はい、はい、着いた。はい、そう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 、綺麗、色が変わる、すごい。バーリカ楽しんでね。花火大会が始まりました。おやすみ。寝てるふりしてたの。はい、うちです。ご飯はサンドイッチとかコロッケとかポテトサラダ、あとこれなんだっけ、ナスパン。うん、美味しいんだよ。で、終わりです。簡単、今日は美味しいの、うん、サンドイッチ食べてます。はい、朝焚き火です。ちょっと寒いっていうんでね、焚き火つけました。セットはもう終了。ちゃんはでもさ、休憩中またサボってんの。ちゃんがお手伝いを始めてくれました。一生懸命拭いてくれてね。触ってるかな。撤収完了です。はい、お友達ができたようです。